はい、それでは本日3本目の動画になります。人は成功すればするほど失敗に近づくという概念と、あとは人は学べば学ぶほど、愚かになっていくっていうこの概念ですよね。これちょっと分かりにくいかもしれませんので、もうちょっとね、ゆっくりと具体的に説明します。成功体験を積めば積むほど、その成功体験がですね、自分の先入観になって、また同じ方法で成功するんじゃないかっていうふうに思わせるんですよ。でも失敗を重ねていくと、この方法じゃダメだから別の方法を試してみようというふうになっていくんですよ。で、結果ですね、失敗を繰り返すと成功に近づいていき、成功を繰り返すと失敗に近づいていくっていうふうな考え方ができるんですよね。で、学べば学ぶほど愚かになっていくというのはどういうことかっていうと、例えばね、1たす1が2ですよっていうふうに学ぶとするじゃないですか。そうすると瞬間的に暗記の中から1たす1は2っていうふうに2っていう答えを導き出してしまうんですよ。そうなると、これ何年経っても何回繰り返しても1たす1は2の2以外の答えがあるんではないかなっていうふうに思えなくなってくるんですよ。でも確かに1たす1は2なんで正しいんですけども、私はこういうふうに考えることにしています。1たす1はって聞かれた場合、1たす1は2引く1イコール、1たす1は3引く1イコール2っていうね、こういうふうな答えを作り出すようにはできないかなと思うんですよ。これがね、実は非常に、考え方、思考法を豊かにする私のね、思考の解釈の一つなんですけども、ある現象、例えばね、 A さんが B さんに対して1万円貸しましたとするじゃないですか。で、 B さんはその後 A さんに1万円返しました。これで貸し借りなしですよね。これがさっき言う、例えていればちょっと難しいかもしれませんけども、1たす1は2っていうのと同じだとします。で、誰もが考えますよね。 A さんが B さんに1万円返して、その後 B さんが A さんに1万円返したら、おいいじゃないかと、完了、一件落着みたいに思うんですよね。でも私はこうも考えるんですよ。 A さんが B さんに1万円貸しました。 B さんが C さんに1万円貸しました。 C さんが A さんに1万円貸しました。どうでしょうか。3人の関係は誰かにお金を貸した状態なんですよ。でも A さん、B さん、C さんはそれぞれにプラマイゼロっていう状態ですよね。これがなかなかね、面白い考え方なんですよ。私的にはこれがね、ものすごく自分の思考を、発想を豊かにしてくれるんですよ。 A さんが B さんにお金を貸した。でも C さんから1万円借りている。貸したお金が1万円、借りたお金が1万円。でも B さんと C さんの関係がもうすでにできてるんですよ。プラマイゼロ、プラマイゼロ、プラマイゼロの3人がいるだけなのに、 A さん、B さん、C さんは結合した、有機的に結合した関係になってるんですよね。 A さんから見ると C さんにはお金を借りている状態なんで、 C さんありがとうね、貸してくれてになります。で、 A さんは B さんに対して1万円を貸してますから、 B さんは A さんにありがとうね、貸してくれてっていうふうになってます。そして C さんは A さんにお金返してよっていう権利があると。 A さんは B さんに対してお金返してよっていう権利があると。3人とも同じ状態で同じ権利を持っていて、釣り合ってる状態ですよね。これがね、なかなかね、私はね、面白い考え方だなと思うんですよ。じゃあここにですね、D さんっていう存在が入ることもできます。こうなるとちょっと複雑です。A さんは B さんに1万円貸しました。B さんは C さんに5000円、D さんに5000円貸しました。C さんと D さんは A さんにそれぞれ5000円ずつ貸しました。これでも全体が釣り合う状態できるんですよ。複雑になってきましたね。まだまだありますよ。同じ状態で D さんまで出していくとしましょう。 A さんは B さんに1万円貸しました。 B さんは C さんに1万円貸しました。 C さんは D さんに1万円貸しました。D さんは A さんに1万円貸しました。これも4社が釣り合ってる状態ですよね。こういうふうに考えていくことによって、1たす1は2、確かにその通りなんだけども、思考をどんどん使っていって解釈を高めていくと、1たす1は3引く1は4引く2は2というね、ところまで展開できるわけなんですよ。こういうふうに考えていくことによって、一つの現象から無数の解釈を導き出して、その無数の解釈がお互いに矛盾しないっていう、そんなね、考え方もできるわけなんですよね。で、皆さんはね、こういうふうに考えながら、あらゆる情報発信を受け取ったことありますでしょうか。私は情報発信を受け取るときにいつもこういうふうに考えてるんですよ。他のものを挟んだときに、お互いに矛盾しない
でその関係が成立してるかなっていうのをどん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 挟むことによって、情報っていうのが正しいのか間違ってるのかってことが、まあ、見分けれるようになるとは言いませんけども、いろんな角度から評価できるんではないかなと思ってるんですよね。まあ、今回はね、なんか頭がこんがらがるような話をしましたけども、私は瞬間瞬間いつもそういうことを考えているということの、まあ、告白の一部でございました。それですね、本日はありがとうございました。明日からはインドネシアバリ島からのお届けになります。日本関西空港からの放送は以上でございます。では行ってきます。